外形動脈は、心臓血管である、上行大動脈から分子してできる、左右の双形動脈から分子する動脈の一つ。頭部及び、頸部の主要な血管の一つ。甲状軟骨の上端の向かい側から始まる。そしてわずかに曲がったコースを取りながら前、髪型へ移動する。さらに、下顎首の後ろのスペースに向けて後方に曲がる。ここで、朝側頭動脈や、 顎動脈が分かれる。分岐する枝の数やその大きさのため上に行くほど細くなる。子供では内径動脈より多少小さいが大人ではほぼ同じ大きさである。総形動脈からの分岐部では内径動脈より表面で小中側にある。また首動脈三角の中に含まれている。皮膚、表剤筋膜、広首筋、心剤筋膜、 強左乳突筋前縁をカバーする。舌下神経、舌神経、舌動脈、双顔面静脈、上向上線静脈と交差する。顎に腹筋と茎と舌骨筋を経由する。耳下線の中を通過して上に向かう。顔面神経及び側頭静脈と顎静脈の合流地点の深部を通る。内側には舌骨、咽頭平気、上向頭神経。 自家線の一部がある。速報、低い位置に内形動脈がある。後方には、相形動脈からの分岐部近くに上向等神経がある。さらに高いところでは、茎と接近と茎と陰頭筋により、内形動脈が分かれており、絶印神経と瞑想神経陰頭枝、自家線の一部がある。外形動脈から分かれる血管として、上向上線動脈。 絶動脈、顔面動脈、上行陰頭動脈、後頭動脈、後次回動脈、顎動脈、朝側頭動脈がある。ありがとうございます。